うわ、どっちだったんだろうこれ。はい、ということでね、本日開けていくグッズは名探偵コナンのチョコエッグ。同じシリーズだとは思わず2つ買ってた。これね、1ヶ月以上前に買ったやつでずっと開けてなくて、で、あ、なんかコナンのチョコエッグ売ってるって思って買ったら、まさかの同じ種類だったそんなことある。というわけで、この2種類とあとはこちらね、サンリオキャラクターズの4カットフォト用フォルダーっていうのを開けていきます。今日はじゃあもう早速開けようと思います。ちょっとね、これは16種類あるから、投票してたらね、ちょっとね、なかなかえげつないことになるから、私が予想して開けます。全16種類で、コナンくん、アイちゃん、あゆみちゃん、みつひこ、ゲンタ、しんいち、らん姉ちゃん、赤井秀一、大木屋すばる、しほちゃんで、ジン、ウォッカ、ベルモット、あれ、君の名前なんだっけ、あれ忘れちゃった。これは君は、あ、バーボンかバーボンが出てこなくてずっとなんだっけなんだっけって思って、多分バーボンで、あとはまあ犯人とかシークレットとかですかね。じゃあひとまず開けたいと思います。これが1ヶ月、あ、ちょっとチョコが柔らかい、やばいかも、べったべたかもしんない。いや、そんなには溶けてなかった、思ったよりはと思ったけど、あー、こっちがちょっと溶けておりますわね。あー、でもまあ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 大丈夫でしょう。意外に思ったよりは溶けてなかったね。じゃあもう早速開けますね。ちょっと手元、あ、ちょっと今左右の近くに置くのが危ないな、チョコを。手元が、よいしょ、あ、これは組み立てるわ。あ、そっちタイプだ、そっち系、そっちね、名前そっちタイプだった。よいしょ、ということで1個目はシェリーでした。しほちゃんじゃない、シェリーだった。やったぜ、ありがとうございます。1個目はこっちシェリーだった、あの黒の組織のコードネームの方でした。しほ、しほじゃなかった。じゃあ次誰が出るか私予想してなかったな。でもここまで来たら、でもなんかコナンくんが出てきそう。
犯人ちょっと欲しいけどね。え、こっちの方が柔らかいかも。あれ？嘘。ちょっと。あー、でもまだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ大丈夫だけど、全然。チョコエッグが入ってなかった。まだ大丈夫だけど、それにしたってめっちゃ柔らかいから相当開けづらいんだけど。そんなことある？こんなに柔らかいことある？え、めちゃめちゃ柔らかくて全然開かないんだけど。あ、でも割れ目ができたら開く。開けるのに苦戦するんだけど。あ、はいはい、オッケーオッケーオッケー。あ、よし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 。だいぶこっちの方が溶けてた、チョコ。でもまだ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 まあ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 って感じですね。はい、あん、チョコがちょっとついた。このチョコをなんとかしたいね。やばい。あー、無理だ。チョコなすりつけ作戦がうまくいかない。よし、これでいいや。じゃあ開けます。嘘？ちょっと待って、手ベタベタしてるから、ちょっと待ってね、手洗ってくる。ただいま。ちょっと待って、くっつけるね。これね、あのバラバラの状態で入ってるからくっつけないといけないんですよ。待ってんのか、違うな、こうか。あ、よし。さ、正解は、え、何？タワーありがとうございます、はやちゃんさん、ありがとう。はなぜか、ありがとうございます。正解はコナンくんでした。予想が当たった、びっくり。予想が当たりました、コナンくんでした。朗読劇のお礼とコナン君に、え、朗読劇のお礼なんて、朗読劇もう見に来てくださっただけでもマジ十分すぎるほどなんですけど、ありがとう。すごい、予想が当たった。そう、チョコエッグ開封。もうちょっとね、チョコエッグは終わっちゃったんだけど、あとサンリオのグッズも開封するんで、よかったらね、ぜひ。ということで今回はね、シェリーと江戸川コナンが当たりました。すごい。しかもあのコナンくんとか、こうちょっと等身ね、ちっちゃめの子たちだと全身だからさ、なんかちょっとね嬉しい。ちょっとあの等身高めの人はちょっとあの胸像になるからさ。そう、というわけで今回はね、この2つでした。チョコエッグは本当にね、クオリティが
高いからさ大好き。ごめんなさいちょっとポリポリ書いちゃった。ただいま。ちょっとガサゴソガサゴソしてたからずっとミュートにしてました。そう、それではちょっとチョコついたけどもいいだろう。じゃあ次はこちら、サンリオキャラクターズの4カットフォト用ホルダーを当てていきたいと思います。これはもうね一つよ。私は嘘花狙いできたんだけど、これはね、じゃあ誰が当たるかを予想したいと思います。うさはなが当たると思う人は1番、ハンギョドンが当たると思う人は2番、その他のキャラクターが当たると思う人は3番でお願いします。うさはなが当たると思う人は1番、ハンギョドンが当たると思う人は2番、その他のキャラクターが当たると思う人は3番で。ちなみになんでウサハナとハンリョドンだけ個別にしたかっていうと、私ウサハナが一番大好きで、これはもう完全にウサハナ狙いできたんですよ。ただ私はサンリオの、黒みも入れとけばよかった、まあいいや。
サンリオのあのランダムだと本当にすごくハンギョドンがよく出る、まあそれかマイメロとクロミもよく出るんですけど、ちょっとその2人も選択肢に入れればよかったなと後悔してますね。じゃあちょっとみんなが投票してくれてる間に私はちょっとシールだけ開けとくね。危ない。中を見てしまうとこだった。危ない。じゃあそろそろ投票終了しますね。前髪変だなマジで今日。はい、ピヨン。ウサーナが当たると思う人が一番多くて、その他のキャラクターが当たると思う人が次に多いで、ハンギョドンっていう感じだね。私はね、キティちゃんが当たりそうな気がしてる。じゃあそれじゃあいきますよ。3、2、1、はい。あ、ポチャッコじゃん。なぎちゃんにあげよう。どうしよう、あんま当てない方がいいかな。この袋に入れたまんまにしといた方がいいかもしれない。はい、ということでポチャッコだったので、こちらはなぎちゃんに贈呈したいと思います。というわけで以上グッズ開封でした。ウサハナ当たらずでとっても悔しいわ。さあそろそろ左右がいい感じなんじゃないでしょうか。めっちゃいい。はい、ということで、まあ明日が急に話変わるんだけど、明日は雫公演があります。そう、初のね卒業公演でございます。来てくれる方いますか？どうだろうか。あ、意外と、おお、意外といらっしゃった。やった。ご卒業おめでとうございます。多分それハッツに向けてね言ってるんでしょうね。それはよかったら直接本人に言ってあげてください。DMM で見るかも。よかったら見てください。
まあね、すっごい久しぶりのね、雫公演ですから。そう、みんなどこら辺席だ、もしあの来てくださる方に質問なんだけど、席はどこら辺で、まあでもそっか、決められるわけじゃないのかね。で、ごめんなさい、明日多分ショールームお休みします。ちょっとね、配信ができそうになくて、そう、ちょっとお休みすると思います。はい、ごめんね、ちょっと最近もお休みしたばっかなんだけど。そうね、久しぶりの雫で楽しみだわ。もうハッツと一緒に出れるの最初で最後だからな。そう、ルンバタン、はい、ルンバタンです。
そういえば今何時だっけ。ごめんなさい、すぐ近くにね、あの時計がなくて申し訳ないんだけど、今日はみんな教えてもろてもいいかい。48分か。じゃああと2分ぐらいで、ごめんなさい、終わっちゃうわ。っていうか、もうそろそろランキング読んで終わってもいいぐらいだわ。じゃあまあね、明日は雫公園。どうしよう、なんかマニキュア塗ろうか迷うな。うん、でもちょっと塗るとね、時間だいぶ食っちゃうからな、まあ、ちょっと考えとこ。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から、13位モノサルさん、12位飯田ひろゆきさん、11位カラスのカーコさん、10位入るルーム間違えましたさん、あらそうなの、9位もちもっちさん、8位カツアクリ小次郎さん、7位ロミツさん、6位夏目さん、5位ママさん、4位 TKHKG さん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。